飛ぶ本当に今日お風呂入ったんだよって、今お風呂から出ました。はい、これはアトムのバスローブです。これ結構可愛くて、ここにアトムって名前を入れてもらってるんだよね、アトム。これは結構良くて、なんていうところだったかな、忘れちゃったんだけど、海外のメーカーで、ポニーサイズまであります、このバスローブ。なので、短毛の犬だったら、これ着てるだけで結構可愛いちゃうぐらいです。ぼよ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 。兄ちゃん。早く早く。乾かすのが大変なんだよね、あとは。ここから。ペシ じゃないでしょ。よくいらそうだね、今の。今から乾かすのに、アトムの場合は、2時間から3時間かかります。これ、色も結構いろいろあって、緑とか、ワインみたいな、ワインレッドみたいな色とか、結構、おしゃれな感じなので、おすすめです。ここで結構きつく締められるの。じゃあちょっと乾かそうか。アトム。乾いてきましたが、もうちょっとかかりそうです。ドライヤー待って。ドライヤーが終わりました。見てください。このツヤを。あとピカピカだね。なかなかこんな綺麗な子見たことないよ。ピカピカですね。よし、これでまたイケメンになったよ。あとおやすみなさいって。